このストレス脳という本ですね、これはスウェーデンのお医者さん、精神科医が書いた本で大変なベストセラーになりました。まあ、とても面白い本でしたが、この本の最初のところにかなり強烈なことが書いてございまして、それがこれです。脳というのは生存と生殖のために進化したんだと、決して私たちの健康や幸せのためのものではないと。脳は私たちのですね、人間の健康や幸せは二の次、まず第一に生存と生殖と。まあなんかちょっとねドキッとするんですけども、そのために脳は感情を使う、感情を使って私たちに行動を促す、生存と生殖のために、本能ですね。恐怖という感情、これを私たちは一番最初に記憶すると言います。不安とか恐怖で我々の命を守るってわけなんですね。決して楽しみを最初に記憶するわけではないと。この感情、特に負の感情ですね、これが、脳のこう生存本能に非常に結びついているということで、ここで私ちょっと関連付けてというか、この哲学者のアラン、幸福論で有名な哲学者のアランという人の本の一節にこういうのがあります。楽観性は意思の問題、悲観性は感情の問題。つまり意思を使わないと楽観性とは得られない。で逆にね、意思が弱いと感情に流されて悲観的になってしまうんですね。でこれはまさにさっきの脳の特性、生存と生殖、ね、生存のために負の感情ですね、恐怖とか不安とかを上手に使って、それを一番に記憶させて私たちを動機づけると。だからこそ意思の力で、それに臨まないと楽観的に、ね、なれないんだっていうことなんですよね。でこれですね、脳は恐怖を真っ先に記憶する、この道を歩くと虎がいる、ここで食べられるっていう、この情報を一番最初に記憶しない人はそこで歩いて食べられて、つまり生き残っていません。我々はそういったサバイバーの末裔ですね。だから私たちの脳にはそういう負の感情っていうのが一等先にインプットされるような、そういう遺伝子を持ってるんだっていうわけですね。で一方こんなこともあります。脳は空白を嫌う、空白を嫌う、まあ、空白ってのは分からない、未決、そういう中途半端な状態、やっぱり安心安全を求めますから、この脳が空白の状態でいるというのは耐えられない。だからそれ一生懸命解決、ね、答えを探すってわけですね。空白を埋めようとすると。でまた空白は疑問とか質問で生まれる、まあ、これを利用して我々ね、動機づけられて学習をね、学校でずっとしてきたわけなんですけども、でこの時もしですね、疑問で空白が生まれるので、なんで私はダメなんだろうって言うと脳にこう空白が生まれます。なんで私はダメなんだろう。でそうするとこうですね、脳っていうのは本当にね、Google みたいなもう検索装置なので、なんで私はダメなんだろうって言うと、もうあらゆる手段でもうね、意識無意識いろんなところにこう検索をかけて、そのダメな理由を探しますと。ずっと検索し続ける。そうするとずっとこうそれが発見されますから、必ず問題っていうのは解決されますから、そのダメな理由がどん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 浮かんで、どん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 ネガティブになってきますと。だからこれやっぱり感情に流されるとダメ、悲観的になっちゃう。だからこう意志の力でね、だからどうせならいい問いかけ、やっぱり今日あった良かったこととか、そういうのを意志の力で呼び起こさないと我々は感情に流されてしまうと。でもう一人非常に印象に残ってる言葉、ちょっと紹介させていただきたいんですけども、このアインシュタインの言葉ですね。アインシュタインはこんなこと言ってます。もし自分が殺されそうになって1時間だけ時間が与えられたらですね、そのうちの55分は適切な質問を探すことに使うだろうと。どんな質問疑問をするかによって答えは決まりますと。脳は空白を埋めるために答えを探しますので、しかしその質問が適切、より適切だとより的確な答えが得られるということで、アインシュタインはもうほとんど質問を探す、答えよりも質問が大事、それぐらい脳にどんな問いかけをしているかっていうので、その人の精神状態っていうのは決まってしまうので、これやっぱりねちょっと気をつけなきゃいけないなと思う次第です。